第15回ブルーリボン賞受賞車両国鉄14系客車は日本国有鉄道が1971年により設計、製造した客車の形式。富士で使用された14系、15系、14系、24系の多くの車両に使用されている TR217C 型台車客車の冷暖房用などのサービス電源を床下のディーゼル発電機で賄う。 分散電源方式を初めて採用した12系客車をベースとし、同じく分散電源方式を踏襲しつつ、特急列車での使用を前提とした車内設備に変更した客車が本系列である。中高特急列車や座席や高列車に使用する座席車と寝台特急列車に使用する寝台車があり、さらに寝台車は製造時期や使用の違いにより14。 型と15型に分かれているが、いずれもサービス電源等の使用は基本的に同一で混用可能である。第15回鉄道優の会ブルーリボン賞を受賞。20系客車は、寝台列車として大成功を収めたが、列車内でのサービス電源を電源車から供給する集中電源方式を採用していたことから、多層立て列車として運行する際には、 分割された編成に給電するための別の電源車を必要とし、これが運用上の制約となった。この運用上の制約を排除するため、客車のサービス電源を床下のディーゼル発電機で賄う分散電源方式を採用して増備していた12系客車を基本とした信頼車として設計、製作された形式が14系信頼車である。 製造年度により B 身代車質の違いなどから14型、15型と2種類に分類される。2 0系では電磁ロックのみで開閉は手動式であった乗降用の降り度はドアエンジンを装備して自動化された。また電動方向膜装置も設置されている。ブレーキは CL 型自動空気ブレーキを採用する。冷房装置は 準集中型の AU76 型を両端部の屋根状に1両あたり2台搭載した。1970年から1977年の製造予算は以下の通りである。銀河で使用された 14K14K、出雲も3.25をし14 7車両の概要としては上記にある通りであるが特徴としては B 寝台車の内装が それ以前の標準信頼幅 52cm を踏襲した20軽客車と異なり、B 寝台車のベッド幅を581.583系電車で採用したのと同様の 70cm と大型化し、また、ユニット方式で内装を製造して車内に取り付ける形を初めて採用した。また、寝台車のベッドの収納などを省力化するため、 集団信頼の自動昇降装置を初めて取り付けた。14型信頼車の心臓形式形式は、b 信頼車のおはね14系、スハネフ14型、A 信頼車のオロネ14型、食堂車のオシ14型が用意された。A 信頼車は輸送力重視のため、プルマンタイプの開放式信頼車のみが製造された。合計188両が1971年から、 翌年にかけて製造されている。A 寝台車。20系なろで21に相当する形式で、客室は、プルマン式で中央の通路を挟んで、レール方向に二段寝台を7組ずつ設置、定員は28名である。上段は、自動昇降装置により 610mm 上昇加工させることができる。前くらい側には、洋式とは式の便乗を、各一つずつと、 洗面台が2つ設けられている。後くらい側には後衣室と喫煙室、乗務員室、物置、出入台が設けられている。後衣室には非常口を設置している。B 寝台車。20系、那覇根20に相当する形式で、客室は、速労化式で、枕木方向に3段式寝台が並び、定員48名。前くらい側に、 和式便所と洗面台が2つずつ設けられている。後くらい側には更衣室と乗務員室、出入台が設けられている。B 寝台環急車。20系では分割併合に対応する、切妻の貫通型と編成端に連結される、丸妻の非貫通系の2タイプがあったが、本形式は分割併合運用のため12系、環急車同様の折妻の貫通型のみとなっている。 12系と異なり貫通路には愛称名表示幕が設置されている。客室はおはね14型と同じ3段寝台であるが、つまめに乗務員室を設けているためその分定員が少なく45名となっており、更衣室もない。出入台は客室と乗務員室の間に設置。便所、洗面台はおはね14と同じく2つずつ前くらいに設置している。 床下に発電装置を搭載しており、DMF15HSG 型ディーゼルエンジンと DM82 系発電機を組み合わせ、3照、交流 440V を発生する。自社を含めて5両分を給電できるが、食堂車を含む場合は4両分となる。食堂車。当時の電車、起動車の食堂車とほぼ共通の仕様となって、 コストダウンが図られた。食堂部分は20系なし20系の後期型に似た内蔵で、型持ち式テーブルと FRP 製座席が各テーブルに4客ずつ、定員は40名である。側窓にはカーテンを廃止し、ベネシャンブラインドを内蔵。小型ハンドルで操作できる。前くらい側に、車内販売準備室と喫煙室があり、 喫煙室は食堂従業員仮眠室として使用可能。片廊下式の配膳室、調理室を挟んで後くらい、そば目部に従業員用洋式便所を設置している。編成まず、1971年に休校、セット2号1号に試作者のおはね141から7とスハネフ141から3が連結され、試験的に運行を開始した。同列車では、 他の従来型客車と連結する必要があったため、試作車は蒸気暖房管と電気暖房曜日き等支線を新生児より搭載している。1972年3月ダイヤ改正で、新大特急、桜、水穂、朝風2号3号の3往復で運用が開始された。その際の編成はこちらを参照されたい。しかし1972年に発生した。 北陸トンネル火災事故を機に、火元となる可能性のある電源エンジンを客室の直下に置く分散電源方式は防火安全対策上問題があるとされ、本形式の製造は一旦中止され、以後の増備は集中電源方式の24計客車に移行した。1980年代から1990年代にかけて B 信頼者の二段信頼化が行われたが、 受給関係との兼ね合いもあり、全車には及ばなかった。二段化されなかった車両は、急行列車や波動輸送用に使われたほか、JR 西日本管轄であった、出雲3.25に、電化サービスの一環として、1989年から三段、P 新台車を一両連結する措置が取られ、同列車が1998年に電車化されるまで、続けられた。また、 個室寝台に改造されたケースもある。一部の車両は座席車同様、北海道で使用していた休憩客車を廃車にする際の代替車両を用として体幹大切改造が実施された。この車両は折り戸を引き戸に改修するなどの措置が取られており、500番台の車両番号が与えられている。これらは14系500番台座席車同様、急行列車に使用されたが、急行が 特急格上げ、機動車化された後、一部は、機動車と連結するため改造されたり、北斗製の個室車両用に改造されたりした車両も、ある。おはね1 5 7 4系14型の製造が中止となり24系に移行したものの、多層建て列車で20系同様の問題が発生し、分割併合列車に対応した分散電源方式が再度導入されることになり、 防火安全対策を強化して1978年に製造されたグループである。P 寝台車のみ63両が製造された。15系寝台車の心臓形式外観や基本設計は24系25系寝台車に順じており、白帯に変えて24系25系同様に層下に 80mm、底部に 60mm のステンレス製火座両を巻いている。 二段化された B 寝台車のみが製造された。電源システムなどは14型と同じで混結が可能である。B 寝台車。24系25系のおはね25系100番台に、車体、車内設備、連結器、窓形状、寝台の構造などは同一の設計となっている。定員は34名。おはね14にあった、後衣室や乗務員室がなくなり、 和式便所二つのうち一つは枕木方向に変更してドアを折り戸に変更している。洗面所は二つで同じである。B 寝台環球車。車体、設備等は 24K25K のハネねふ 25K200 番台に順じており、つま面がわずかに折れた切り妻形である。また、祖部のステンレス製ラインはつま面に回り込んでいない。定員は、 おはね15より2人、少ない32名である。便所、洗面所は、おはね15型と同様である。ハローン式自動消火装置を設置、高度化した防火対策を講じるとともに、騒音対策を施している。発電装置は、スハネフ14同様に、DMF15HSG 型ディーゼルエンジンと、DM82 系発電機を組み合わせ、参照。 交流440ボルトを発生する。自社を含めて5両分を給電できる。変遷申請、当初、15型は、寝台特急、暁に往復に投入されたが、後に、明星との並結運転を実施。国鉄の分割民営化を控えた1986年に、暁の現車及び一往復削減に伴い、一部の15型が、熊本運転所へ転属し、 14型に混じって、桜、水穂にも投入された。JR か、以降、12系と並結の急行、大仙、ちくまなどにも使用された。赤月の運転終了後は、熊本に転属した、スハネフ15系4両、ハネ15系5両が、スハネフ14型6両、オロネ25系改造のオロネ15系3000番台5両。 おはね25系1000番台改造のおはね15系2000番台5両、おはね25系100番台改造のおはね15系1100番台6両と、共に、富士、早草で、列車廃止まで運用された。なお、登場時編成図はこちらを参照されたい。車体構造が共通である24系客車への転出あるいは同系からの改造編入は、登場直後から行われている。 系列内改造では、北海道への転用改造が質及び量ともに大規模なものとして挙げられる。押し14型の押し24型100番台への改造押し241031975年3月のダイヤ改正により、2 4二2 4型が品川客尺に転属して、早草・富士、出雲を受け持つこととなった際に不足する食堂車庫量を補うため、 おし十四型に何年か電気系統の改造によりおし二十四型百番台に編入したものである。国鉄分割民営化に際しては全車が JR 九州に引き継がれたが九百九十九年をもって運用から外され全車廃車となった。ハネフ二十四型のスハネフ十四型百番台への改造スハネフ十四百一0九百七十七年に 系列間の受給調整のため、24系客車の B 身台換球車オハネフ24型に、電源用ディーゼル発電機を取り付け14系化した車両で3両が改造された。もともと24系客車自体が統計列を基本にした系列のため、外観上の際は、ほとんどなく、屋上エンジン排気等並びに後くらい、クーラー周りの寸法。 全員車端部の手すりの取り付け方が異なる程度である。改造当初は101と102が品川運転所103が廃棄客下車区に配置された。102は1982年3月15日に名古屋駅構内で発生した DD51 系ディーゼル機関車との衝突事故により廃車となり、101が JR 九州103が JR 東日本に引き継がれた。103は、オ客車区に所属し、三段寝台のまま急行、のとや、カートレイン九州で使用されたが1998年に廃車となり、その後は101のみが、JR 九州熊本鉄道事業部、熊本車両センターに、配置、2009年廃止の、富士、早草ぶさに充当されたが、2013年度に廃車され、 区分番台消滅となった。オロネ14型のオロネ24型100番台への改造1982年11月のダイヤ改正で24系24型新台車が秋田運転所に転属となり、明けぼの、ゆうずる、ではに運用する際に不足する新台車を補うため、オロネ14型治両の電気系統を変更して、オロネ24型100番台に編入した。 1986年には、急行銀河24京王機械の際に不足する2両が追加改造されている。国鉄分割民営化で、101が JR 東日本、102.103が JR 西日本に引き継がれた。1991年に101はスロネ24型に改造されたため、 残った102.103の2両が JR 西日本宮原総合運転所に配置されていたが2008年に廃車となり形式消滅。北海道向け改造スハネフ14508大羽145031983年、北海道内の急行列車、マリモ、大雪、リシリで使われていた重軽寝台車の置き換えのため、後日の座席車に引き続き、 本系列に暖房強化と陶器の着設、凍結対策として折り土であった、客用扉の引き戸化など道内向け改造を施したものである。在来客車との並結のため、蒸気暖房管が引き通された。台車はブレーキシリンダを台車装備とし、中鉄製セリングを使用した TR217 回と TR217G に変更され、最高速度が 時速 95km に抑えられたため、区別のため車体側面の形式番号表記の前に、コマークが加えられた。おはね14型が17両、スハネフ14型が8両が改造された。これらは、主に寝台車を連結した夜行急行列車に用いられたが、車両設備の更新のため一時期宗谷本線の中高級高列車である宗谷、 天北にも座席車代用としても用いられた。グリーンシート改装車1985年3月に五両各車両所でお羽14501から503の寝台1区画をソファシートに改装し中高運用時のみグリーン席としたもの。夜行運用時は二段式 B 寝台4席のみとして発売された。14軽客車を機械前の機動車時代に 連結されていたグリーン車のサービスを受け継ぐもので、急行、うや、天北で運用されたが、現地でしか購入できないなど、発売方法に問題があり、利用が振るわず、1986年10月までに、原型に戻された。おはね14型の4人用個室化改造おはね14700に、カルテット1984年、高速バスや航空機の台頭に伴う、 夜行列車の利用率低下を打開するため、B 寝台車では初めて登場した4人用個室、カルテットを配置した寝台車である。種車の信台レイアウトはそのままに通路との仕切りを設け、昼間利用時の居住性向上のため下段寝台を折りたたみ式のソファーベット化するなどシンプルな改造内容で現状への復元が容易に行える構造であったが、登場当初は、 グループ利用者を中心に人気を集め、桜、水穂に使用された。国鉄分割民営化で全社が JR 九州に引き継がれたが、夜行需要自体の減少のみならず、上段が三段式時代のままであったことや、個室の少人数志向が進んだことで、利用率が低下したことから、1997年に定期運用を離脱。その後個室のドアを撤去し、 通常の二段式 B 寝台として、シュプール大戦に充当されたが、翌1998年までに全車廃車された。ホリデーパルサロンカーへの改造派14701ホリデーパルサロンカー、広島鉄道管理局で1984年に20系寝台車改造の簡易個室式ジョイフルトレインホリデーパルのサロンカーとして推し141を はたせ車両所で改造したもので、改造後は、オハ14701に改版された。車内は、食堂設備をすべて撤去してカーペット式とされたが、外観上は、厨房部の窓を固定化したのが目立つ程度で、大きな変更はない。電気系統は20系の参照、交流6 0ツ六6 0 0トに適合するように改造されたが、 回路の切り替えにより従来通り14系や12系に組み込んで使用することも可能であった。国鉄分割民営化で JR 西日本に引き継がれ、1990年には白を基調とした新塗装に塗り替えられたが、1997年に20系側の老朽化により廃車された。早や富士王ロビーカーへの改造をは24702。 ロビーカーを二24704、ロビーカー1985年3月、東京大九州ブルートレインの設備改善のため、ホテルのロビーのような機能を持つフリースペースとして、ロビーカーを、はやぶさに連結することとなり、登場。本グループの種車は、当時余剰となっていた推し14型及びおはね14型が当てられた。両車の外観は大きく異なるが、種車の設備は、 完全に撤去され、中央部にソファと一人用の回転椅子を設けたロビーコーナー全員寄りに飲料の自動販売機を備えたサービスコーナー5位寄りに PR コーナーが設けられた。また、ロビーコーナーの全員寄りにはサービスカウンターも設けられていた。外観は銀色のメタリックテープで翼を広げたようなデザインが行われ、ロビーカーであることをアピールした。 その後カード式公衆電話が設置された。はやぶさ用には、押し14型改造車2両、おはね14型改造車1両が用意されたが、1986年11月から連結が開始された。富士用には、おはね14型改造車2両が増備された。両グループは区別されることなく連番が不満されている。押し14型から改造された701.702には、 客用扉は設置されていない。改造は、全車が大宮工場で当初は品川運転所に配置されたが、国鉄分割民営化に伴い全車が熊本運転所へと転属し、JR 九州に引き継がれた。2005年の富士、早草ぶ結平運転化に伴い編成から外され、同年に全車廃車された。1987年に実施された、 国鉄分割民営化に際しては240両が JR4 社に継承された。その状況は次の通りである。国鉄時代の廃車は1982年度に自己廃車となった1両のみであった。その他に改造による減が13両、増が3両で廃車と合わせて11両の減である。JR 北海道北海道旅客鉄道へは おはね14型500番台17両とスハネフ14型500番台8両の計25両が承継された。北斗三3.4号の定期列車化に伴い、おはね14型の一部は24系客車へ改造を編入され、残存車は引き続き、マリモ、大雪、リシリなど、夜行急行列車を主に運用された。これら夜行列車群が機動車に置き換えられる際に、 寝台車組み込みのため機動車との並結改造が行われた。道内発着の夜行列車は2008年8月31日出発の特急マリモの臨時運転をもってすべて廃止され、オリジナルの14系寝台車の運用は消滅した。札幌運転所に配置されていた残存車は、同年10月17日をもってすべて廃車となった。2016年3月、休行 浜那須用の24系改造編入車2両も廃車され、北海道から14系寝台車は消滅した。北斗三3.4号定期列車化用改造車1988年3月、青函トンネルの開通に伴って、上野駅札幌駅間で運転が開始された、寝台特急、北斗星は点2号を JR 北海道、 5.6号を JR 東日本が担当し、3.4号はモノクラスの季節列車として設定されたが、豪華編成の1.25.6号に続いて、3.4号にもハイグレード客車を連結して1989年3月から定期列車化することとなった。その際、JR 北海道と、 JR 東日本で一本ずつ編成を受け持つこととなったが、JR 北海道では、種車となる24系が復定していたため、宗谷本線急行、宗谷、天北の木波400系機動車へ置き換えによって、年出したおはね14型11両が、種車とされた。改造詳細は、国鉄24系客車 JR 北海道を参照。北斗星。 ロイヤル増結用改造車、北斗製の A 個室、ロイヤルが、信頼券が、プラチナチケットとなっていたことから、ロイヤルの質数を増やすため、1990年から、全列車に、ロイヤルソロを1両増結することとなった。JR 北海道では、前節と同じ事情でおはね14型3両が、種車となった。 浜名ス用寝台車への改造スハネフ14-552,991年の休校、浜名スへの寝台車連結に伴い、当時14系寝台車が不足していたことから、北斗星1.2号の個室化推進に伴い余剰になった、おハネフ25系の床下に廃車となった、スハフ14型500番台から捻出した電源装置を取り付け、14系化したものである。 タネ車は、オハネフ25系200番台だが、改造時に帯を白帯に変更した以外は常述の、スハネフ15型とスハネフ14型500番台に、準じている。機動車並結化改造スハネフ145002991年3月、宗谷本線の夜行急行、リシリオキハ400系機動車に置き換えることとなったが、新頼車の連結を続行するため、 スハネフ14501.505508を、機動車編成に組み込んで運転することとした。閉結のための給電や放送、と閉回路などを引き通し、関係、ブレーキ管の改造が行われ、車内設備についても、寝台モケットの張り替えや、トイレ、洗面所のグレードアップが行われた。外販塗色は、閉結する機動車に準じた、開発色ベースに変更され、 ホろ受け座が機動車タイプのものに交換された。前くらい側には、従来からの電気連結線も損置されたため、客車列車に組み込んで使用することも可能であるが、機動車用引き同士の関係から後くらい、車掌室側を輪っかない向きに固定している。その後、1992年の赤北本線や高級校、大雪の特急、おほうつくへの格上げ、 1993年のネムロ、本線や高級校、マリモの特急、大空への格上げによるキハ183系、機動車化により、残存していたおはね14501.502504、スハネフ14502から504.506507が、キハ183系機動車との並結対応に、改造された。こちらの改造内容も、リシリオとほぼ同様であるが、 外販図書区は並結する、キハ183系に合わせたものとなっている。また、おはね14型の車掌室跡には、飲料水の自動販売機も設置されている。JR 東日本東日本旅客鉄道へは、桜、水穂、北陸、野戸用の、計69両が引き継がれた。水穂の廃止と、桜の遺憾、野戸の電車化により、余剰車が廃止され、 北陸用のみが運用されていたが、2010年3月の列車廃止に伴い、運用が消滅した。北陸用改造車2010年3月13日のダイヤ改正で北陸が廃止されたため、いずれも使用されていない。スハネ 14-756JR 西日本西日本旅客鉄道へは97両が引き継がれた。民営化時点の運用は、ちくま、 大戦、赤月、水星、出雲2.3号があり、特急列車用へは、アコモデーション改良もなされたが、2005年の水星の廃止、2008年の赤月の廃止により定期運用が消滅した。2016年3月21日に、特別なドアイライトエクスプレスが運用を終了し、2018年3月31日に、アスカの一両も廃車されたため、 西日本から14系寝台車は消滅した。和風客車、アスカ用改造車お羽15型をお羽25型に、改造、トワイライトエクスプレス第3編成用改造車、出雲三3.2号用グレードアップ改造車、オロネ14300番台をお羽14300番台1991年、出雲三3.2号用に登場した、グレードアップ個室寝台車で、 一人用 A 寝台車3両と一人用 B 個室寝台、二人用 B 個室寝台号作り車3両の計6両が登場した。赤月用 B 個室寝台車 JR、九州九州旅客鉄道へは、桜、水保用に49両が継承された。両列車の廃止後は、富士・早伏用となったが、初期の14型が多かったため、随時 24K25 型から、 改造補充された。2009年の富士、はやぶさ廃止により定期運用を失ったが、九州島内での臨時列車に使用されている。おはね15-2003おろね1 5 3千九6 9 7 1年に開発され、その年に急行、セトで試験的に運用された後、1972年3月15日、国鉄ダイヤ改正から本格的に営業運転に投入された。 このダイヤ改正では途中駅で分かれて別々の目的地を目指す運行形態をとっていた桜などの列車に当初の開発計画の通り投入された。その後も稲葉、キーなど多層建ての寝台列車にも投入され24系の開発運用開始後も同系とともに寝台列車の主力として使用された。しかしその後寝台列車は 次第に需要が低迷するようになり、列車の廃止に伴って余剰となり始めた本系列も次第に活躍の場を狭めていった。また、北海道に見られた機動車並結列車も2007年10月の JR 北海道ダイヤ改正での割物臨時列車化に伴い定期運用がなくなった。2010年3月13日のダイヤ改正で、寝台特急、 北陸が廃止されたことにより、特急列車での定期運用はなくなり、最後まで残っていた定期列車急行浜那須も2016年3月21日の青森発をもって運行を終了した。2009年3月まで多層立て列車として運転されていた東京駅文字駅間平駅列の富士、早草では、それぞれの編成内容を共通化することで、 一つの編成について、熊本隊、はやぶさ、東京隊、富士大板隊、富士東京隊、はやぶさ、熊本という14系の長所を最大限に生かした車両運用が行われていた点が注目された。詳細としては、羽はねふ14系おろね15系3000番台、おはね15系2000番台おはね15系おはね15、けいすはねふ14系1編成を登り、 早草下り、富士上り、富士下り、早草とする運用を組み合わせる形で使用されていた。車両の面から見ると、富士、早草に使用されている14系の製造時の形式は、14系14型が5両、14系15型が9両、24系24型が1両、24系25型が16両と、すでに廃車となっている20系客車を除く。 新大特急用客車の全形式にわたっていた。趣味的な観点であるが、銀体の車両が多数派となっているが、もともと白帯であるスハネフ14型に加え、更新改造時に銀体を白帯に変更した15系車両も存在するため、帯の色が統一された編成となることは、ほとんどない。2008年3月現在、スハネフ14系。 スハネフ15系の一部、オハネ15系1100番台が白帯、スハネフ15系の一部、オハネ15系0番台、オハネ15系2000番台、オロネ15系3000番台が銀体となっていた。新台車は1982年度から2017年度にかけて廃車された。14系座席車の車内1969年から国鉄は、 波動輸送用として12系客車を製造していた。12系は急行用としたことから、座席は向かい合わせの固定式、クロスシートであるものの、時速 110km 運転が可能で冷房装置を完備した唯一の中高用客車ということもあり、当初は臨時特急列車にも12系を使用していたが、特急料金の割引を行っても利用者の評判はかんばしくなかった。 また、元特急用で回転式座席を持ち、夜高級高列車の座席指定車などに使用されていた、スハ四十四系も冷房搭載が、困難など老朽化、陳腐化が進み取り替え時期に差し掛かっていた。そこで十二系客車の設計を基本とし、百八十三系電車と共通の車内設備を持つ、特急軽車両として九百七十二年から九百七十四年に、 かけて、新潟鉄工所、富士重工業、日本車両製造で、合計325両が製造されたのが14系、座席車である。波動輸送用として増備されたことから、グリーン車、食堂車の製造は計画されず、普通車のみが製造された。車内設備は20系座席車の那覇20系、那覇府20系、那覇府21型に準じているが、 20系座席車とは違って、売店や車内販売用の基地は設けられず、座席も簡易、リクライニングシートとなり、冷房装置は屋根上に AU13A 型分散式冷房装置を搭載し、台車は TR217D 型を採用した。車体の屋根高さは12系客車よりも10センチメートル、低い3520ミ、mm、リメートルである。また、 窓か町の高さなど183系電車の普通車とほぼ同一であるが窓部の側構えは同じ特急型でも電車、機動車と異なり内径しておらず垂直である。また、波動用ということでレジャー客のスキー板やゴルフバッグなどの大型荷物の傾向が予想されたため客室の一端に大型荷物置き場を設置した12系、14系信頼者以外の系列との 締結は考慮されず、蒸気暖房管と電気暖房用引き投資線は未装備である。おは14165スハフ1432おフ1523下表に記すように4回にわたって発注された。造備の都度、細部の改良が行われているが、特に昭和48年度第3次民有車両では、北陸トンネル火災事故の教訓から何年生の向上が図られ、 車体構造を含む多数の変更が行われた。また、ジャンパ連結機を24計客車に合わせた。ジャンパ船サめを2カ所つまいたの1.4位に設置した。1972年から1974年度の製造予算は以下の通りである。ジョイフルトレインへの改造車については、その項を参照のこと。 日本の車両メーカーによる、この時点までの日本国鉄型客車をベースとした輸出客車には、ブラジルの国営ノルデスチ鉄道向け、後に現地で、ほぼ同経車が大量生産やマニラ鉄道、フィリピン国鉄、パナイ鉄道向け、ソビエト連邦鉄道向け、台湾鉄路管理局向け、マレー鉄道向け、タイ国鉄向け、エジプト国鉄向け、 インドネシア国鉄向けなどが存在するが、この14系も近畿車両で1976年より、座席車をベースにした車両が、メキシコ、太平洋鉄道及びメキシコ国鉄向けに120両、冷房筆製造。1980年には、近畿車両及びメキシコ国への鉄道車両メーカーコンカリルの間で、この車両のノックダウン生産の契約が結ばれ、 近畿車両による技術と車両大枠の提供で1988年頃までノックダウン生産も実施されたほか、1990年代に同国において中長距離列車の運行が大幅に削減された際に余剰となった一部の車両はキューバ鉄道へ譲渡され、そこで冷房撤去、側窓の開閉化などの改造を受けた上で活躍している。また、 このノックダウン生産においては、メキシコ国内で2等及び3等車として運用される、車両の製造もなされることとなり、その車両はもともと冷房装置及び、冷房電源用のディーゼル発電機も搭載しておらず、側窓も開閉可能な仕様であることから、座席数との兼ね合わせも含めて、側窓の配置が変更されている点が特徴。冷房装置は、 au13 案型が搭載されていたが、千葉は太平洋鉄道の定期列車及び、メキシコ国内の各種観光列車に使用される車両は、老朽化対策として、メキシコ三菱電機製、セゾンエアコンに換装された。冷房電源用ディーゼル発電機も一角一両ごとに付けられているのも共通している。なお、座席は前述の通り一等車として製造されたため、 R-51 系の鍵、リクライニングシートではなく、日本国鉄のグリーン車用である、R、R-20 系と同様のものが設置されている。北海道向け500番台改造500番台、座席車上機関と休憩客車並結用の K85、K54 特殊両線ジャンパ線装備急行、ニセコ1981年、北海道の急行列車で使われていた。 休憩客車の置き換えのため、本州内及び本州九州直通の急行列車廃止で余剰になっていた、本系列に暖房強化や空気圧縮機能型化、これに伴いスハフ14型一両あたり自社を含めた6両から4両給電に変更、陶器の着設、凍結対策として折戸度であった、客用扉の引き戸化など道内向け改造を施した万代区分。 当初から荷物車、郵便車、寝台車などの休憩客車との並結が前提であったため、12系客車と同じく機関車からの暖房用蒸気を休憩客車に送るための暖房用蒸気の引き通管が新たに設けられた。オハ14501から539スハフ14501から509が改造された。4両給電化によって、 スハフ14型の所要量数が増えて種車となるスハフ14型が不足するため、オハフ15型をスハフ14型に改造の上充当している。蒸気の道内向け改造に加え、電源用ディーゼル発電セットの取り付けが行われた。この改造により、スハフ14型に編入された車両の番台区分は550番台の551から561となった。 当初は座席車のみの落成となったが、後に寝台車も改造され投入された。500番台寝台車と同様の台車のため、最高速度が時速 95km に抑えられていたが、青函トンネル内に限り再度時速 110km 走行が可能となった。500番台はさらなる改造の種車となったものが多く、残存したのは、おは14型が11両。 スハーフ14型500番台が5両、スハーフ14型550番台が4両となっている。青函トンネル内での防火対策として、床下にディーゼル発電機を搭載する、スハーフ14501から509.551、555から557に自動消火装置が搭載されており、急行、浜梨の編成に限定使用されている。 1997年3月のダイヤ改正では、快速、海峡が時速 110km 運転を開始したため、その対応として43両に永久ブレーキ弁再取り付け工事が行われた。これにより、最高速度が時速 95km から時速 110km に向上した。往復客車への改造1983年に、 新しい団体需要の獲得を目的として、東京南鉄道管理局と大阪鉄道管理局で7両編成2本が、往風客車に改造された。東京南鉄道管理局のものは、サロンエクスプレス東京、大阪鉄道管理局のものは、サロンカー何和と称する。1987年には、東京北鉄道管理局で、スーパーエクスプレスレインボーが制作されている。 詳細については、各列車の項目を参照されたい。オハフ15型に、電源装置を取り付け1983年に、座席車のジョイフルトレインへの改造に伴い不足する、電源車を補う目的で、オハフ15型に、電源用ディーゼル発電機を取り付けスハフ14、が化した車両。スハフ14-401.2402の2両が存在。同車は長らく、 小具客車区において、急行列車や団体専用列車などに用いられたが、急行列車の廃止や団体専用列車の電車化に伴い、2003年までに2両とも廃車され区分消滅している。和風客車への改造1986年に老朽化したスロ81系和式客車の代替として、大阪鉄道管理局で7両編成1本が、和風客車、宮城に改造された。 当編成は、落成わずか8ヶ月後の同年12月に、余るべ橋梁から転落し廃車となった。14系座席車出時の車両としては、国鉄時代唯一の廃車事例である。国鉄分割民営化に際しては、JR 四国を除く合旅客鉄道会社へ318両が継承された。国鉄時代の廃車は、自己廃車となった、宮城の7両のみである。 JR 北海道、マリモ用指定席車、ドリームカーへの改造をは14500番台、ドリームカー急行、マリモの座席指定席車のグレードアップを目的として、改造された車両。オハ十1 4 5三0 3 5 0 5 5 0 7 5 0 8 5 1 0の5両が改造されたが、改造後の番号変更はない。座席は、キロ182系のグレードアップにより発生した、グリーン車用。 リクライニングシートに交換された。2016年3月まで急行、浜ナスの指定席車として使用されていた。浜ナス用カーペットカーへの改造は14-515-997年に、急行、浜ナス快速、海峡用に改造された車両。車内は二段式のカーペット式となり、上段は線路方向、下段は枕木方向に横になるレイアウトである。 おは14512.515の2両が改造され、2016年3月まで休校、浜名スに連結されていた。また、1998年には、東青森駅白石駅間で運転された、カートレイン札幌用に、おは14513がカーペット車に改造された。こちらは、浜名ス用と異なり、冗談がなく、仕様も、海峡用51系の、 ゆったりカーペット車に近いものであったが、いずれも廃車されている。北斗製用新台車への改造、北斗製造発に伴い所要となる車両の一部は、オハ14型が種車となった。新台車仕様の車体を新規に製造し、外観は種車から大きく変化した。詳細は、国鉄24系客車の外愛説を参照されたい。 SL 列車用客車への改造スハフ145051999年に SL スズラン号用に用意された。ブドウ色の地に赤帯に、塗色変更されたオハ14519.526とスハフ14505の3両で、春行直後は青20号1色であったが、出場後3日で、ブドウ色に赤帯に変更されるという、ハプニング的事例が発生した。 青20号での運転は、本線手運転の1回のみである。改装当初は室内に、ドラフト音を流す客室への BGM 用、スピーカー、ワイヤレスマイク用回路の設置のみであったが、1季節を得た後、座席を4人掛け、ボックスシートに改造したほか、ダルマストーブの設置などが行われている。2003年に、スハーフ14507を追加で改造した。 2016年現在、SL 冬の出現後を専用車両となっている。JR 東日本は式客車、ロマンへの改造を1995年に、老朽化した長野支社の12系は式客車、白樺の代替として、長野総合車両所で6両編成1本を改造し、ロマンと称した。詳細は、当該項目を参照のこと。 旅のプレゼント号用改造身体障害者にも旅を楽しんでもらおうという趣旨のもとに企画、運転されている旅のプレゼント号用として、当時のオグ客尺に配置されていたオハ1495にイベントスペースやテレビモニターなどを設置した。2003年廃車。JR 東海アコモデーション改造車、ユーロピア1990年。 東海旅客鉄道において12軽客車改造のユーロライナーの増結用として座席車の車内を改装した車両をユーロピアとも呼ばれるユーロライナーに合わせ外反塗色を変更したほか車内は限りリクライニングシートからシートピッチを拡大した背面テーブル付け回転リクライニングシートに変更されているそのため窓割りと座席の位置が合わない席がある オハ14701から704スハフ14701をハフ15701の6両が、美ノ・太田車両区に配置されたが、2000年度にスハフ14701が廃車。代わりに、スハフ14号が塗装変更されたが、車内はそのままで連結された。2004年度までにスハフ14号以外の5両が廃車されている。スハフ14号は、 ユーロライナー色のまま2005年に JR 四国に譲渡され、後日一般職に塗り直された。JR 西日本スハフ14202をハフ15201、リゾートシュプール用改造車1988年、JR 西日本が主にスキー客向けの臨時列車、シュプール号に用いることを目的に改造。その後、リゾート、白馬号などに用いられたため、 リゾートシュプール車とも呼ばれる。冬場以外の時期には、臨時快速列車、ムーンライト九州にも用いられた。車体塗装が変更されたほか、座席は従来の簡易、リクライニングシートから、リクライニング角度の大きい背面テーブル付けの、フリーストップリクライニングシートに取り替えられた。ただし、ユーロピアと異なり、シートピッチはそのままである。車端部の位置窓を潰し、 スキー用の大型荷物置き場を備える。2000年代に入り、シュプール号運用が減少した後は冬場にも、ムーンライト、九州などに使用されていたが、2009年7月10日付で、全車廃車された。登場した車両は、オハ14-201から208.251から258。 スハフ14201から204オハフ15201から203.251の24両で2009年4月時点ではオハ14201.202204.206から208.251から253.256から258スハフ14201から204の16両が在籍していた。赤月オーレガートシート改造車 おは14-303,990年、夜行高速バスとの競争力強化のため、赤月佐世保編成に組み込まれていた座席車、おは14型を長崎編成に組み替えの上夜行高速バス並みの独立三列シート化改造した車両である。愛称は、レガートシート。車両後部に女性専用席を設け、車内の通り抜けを少なくするため、 編成端部に連結することになった。そのため、最後部には、女性専用の化粧室、後衣室が設けられている。編成端部側の貫通扉は埋められ、列車相性表示器が取り付けられている。赤月の廃止により、全車廃車となった。JR 九州超魅力熊本日本一周号1988年、JR 九州と熊本県が、 大アップした熊本デスティネーションキャンペーンの一環として14系、座席車5両と推し14を改装し、9から12月の期間中全国12駅においてイベントを行った。車内は熊本をアピールする展示物や JR 九州の鉄道関係の展示物が陳列されたほか、推し14では軽食や種類を含む飲料が提供された。イベント終了後は原型に復元。 製造当初より、定期列車での特急列車運用はなく、臨時特急、使用時、翼、踊り子など、臨時列車用として使用された。1975年3月のダイヤ改正より、大阪市発の九州方面への夜行急行列車で、ある、雲前、再開、阿蘇、国崎の4列車に使用されることになり、同系列としては初めて定期列車運用となった。 その後も臨時特急、急行列車中心に使用され、1980年10月改正では、前日の急行列車が廃止となって一時的に定期列車の運用が消滅したが、廃止による余乗車を北海道向けに改造して急行・ニセコの休憩客車を置き換えてから、次第に定期列車への使用が増えていった。14計画信頼者とは、車体断面は大きく違うが、 そもそも新台車の方が先に製造された後に座席車へシステムが応用されたため完全な互換性がある。そのため北陸トンネル化再事故後のスハネフ14型防火対策工事や名古屋駅、キー機関車衝突事故での車両代替としてスハフ14型を連結したほか1983年から1984年にかけて B 新大車の2段新大化改造の際には、再びスハフ14型とハ14型が編成に組み込まれた。こうした座席車と新大車の混結は1980年代以降の夜行休校列車のうち、新大車を連結していた列車を重軽客車やそれ以前の休軽客車から置き換える際にも多く見られるようになった。さらに進化した形として、 夜行高速バスとの競争力を要求されていた、新大阪発着の九州方面寝台特急のうち、1986年より、赤月の佐世保編成中に、オハ14型一両を連結していた。1990年には、グリーン車並みの座席を三列独立配置とした、レガートシートが登場。長崎編成に組み替えの上編成位置も端に、寄せられた。 しかし、1980年代以降は、急行列車の特急格上げや廃止が進み、12、軽客車と共にジョイフルトレインなどに改造される車両が出始めた。SL 急行、土佐24万国、白和と予案度値予防1987年の JR 分社後は、それ以前に配置がされなかった JR 四国を除く各社に承継された。 配置がなかった JR 四国には2005年5月に JR 東海が所有していたスハフ141.5をハ141をハフ151の合計4両の譲渡を受けて高松運転所に配属された。これにより14系座席車は JR 旅客6車すべてに配置されたことになる。しかし、1994年に JR 九州の車両はすべて廃車となり、 2002年に JR 東日本では保有していたジョイフルトレイン以外の14系座席車を全て廃車している。また、1994年には第3セクター鉄道のタルミ鉄道にも JR 東海が所有していた車両の譲渡を受けて5両が移籍し、通学や花火輸送などに用いられたが、2006年3月末日に廃車された。 2015年12月14日に高松運転所の14系が先に廃車され、同所構内に放置されていた元ムーンライト高知用の12系、キロ波186から1ともども多凸工場に改装されている。また前日通りに2016年3月21日始発基準で運行終了した浜那須用車両のうち、同年4月11日に座席車重量が 神谷町に改装され、さらに同年4月12日にも座席車5両が内部工場へ改装され、15両とも同年4月30日付で廃車された。なお、JR 北海道所属車のうち4両は大井川鉄道への譲渡が決定し、2016年6月8日にフェリーでの構想準備がされた。スハーフ14型2両は翌日の6月9日に、 オは14型2両は3日後の6月11日に搬入され、はじめ線作業が行われた。また、JR 北海道所属車10両についても、大国鉄に譲渡されて、来年末より運行予定である。2017年2月20日から22日にかけて、JR 北海道札幌運転所に所属していた4両が、東武鉄道への譲渡のため公衆輸送された。 1986年から2016年度までの廃車状況である。国鉄時代 JR 分割後2018年4月1日時点で2社に11両が在籍する。以上4両は SL 冬の出現号用改造車以上7両はサロンカーなにわ改造車都度113に牽引される、たるみ鉄道2000系東部鉄道へ譲渡された。 車両新華奈谷駅構内で E31 系 E34 と展示されるもと、浜那須用の座席車 JR 西日本から、大国鉄に対し、2004年と2008年と JR 北海道から2016年の3回に、渡り、廃車となった寝台車及び座席車、計52両が譲渡された。タイの鉄道は1メートル期間であるため導入に、あたって、 台車の改造を行っているほか、低床ホームに対応するためのステップ増設、トイレ改造、図書化変更などを行って使用されている。全長や全幅などが従来の大国鉄車両の規格を超えるため、運用区間は限定されている。また現地にて12系などと発電セットを交換することも頻繁で、一部には25系新台車にも発電セットを積み14系15系全とした。 改造をしたものも発生した。タイ国鉄新都色海外譲渡車用は以下の通りである。また、JR 東日本からも座席車5両がフィリピン国鉄に譲渡されたが、すでに全車廃車解体となっている。2010年3月29日には、JR 九州のオロネ15系1両、オハネ15系3両、スハネフ14型1両スハネフ15系1両の新大車6両も、 会車扱いにされ、谷山港からマレーシア鉄道公社へ譲渡された。2010年11月に JR 西日本は、ムーンライト九州、リゾートシュプールなどに使用されていた座席車7両をマレーシア鉄道公社に譲渡すると発表した。2010年度に JR 東日本からフィリピン国鉄に譲渡された14系寝台車は南方線でビコールエクスプレスとして、 2010年6月29日にマニラから長区間の運行を開始したが2012年10月の台風で運休。路線は復旧工事完了したものの2018年1月現在で運行再開の政府許可が下りていない。また14計客車自体が老朽化しており留置状態が続いている。そのうちの4両が カロカーン車両工場屋外に留置されたままである。ありがとうございます。